同年代だからこそこういい意味で気を使わずというか、あのいろんなところでいろんなタイミングであの聞いたりお話ししたりできたのはすごく僕の中では大きかったなと思っています。母親の愛情を受けたかったけど受けてこられなかったはるかは、それをまあそのことによってなかなかまあどうなってもいいやみたいな、生きる希望なくしたりとかっていうはるかはだったと思うんですけど、まあ海と出会って、で海となんかいろんな共鳴することを知り合えて、ちゃんと働いてまっとうに稼いでって、まあセリフにもあるように、あのそういう意志が生まれてくる、言葉にすればこうやって簡単ですけど、なかなか壮絶な人生を歩んでるなというふうに思いました。麻雀のシーンですかね。麻雀、僕、あの、やったことなくて、今まで、人生で。普段から麻雀やられてる方が多くて、スタッフさんにも。ここってこうなったら、本当はこうなんだよ。これ、揃ったらすごいんだよ。いろいろなんか、あの、カメラ回ってないところで、あの、教えていただくことが多くて、ちょっとね、麻雀、できるようになったら楽しいんだろうな、っていうのも含めて、あの、すごく楽しかったシーンです。しぶしに、10代ならではの悩みだったり、言動、行動、発言、いろんなところに散りばめられてて、ああいう10代の時、確かに盲目になってたなって思ったり、あの、していただけたらすごく嬉しいなと。まあ、なかなかね、はるかと海と同じような境遇で育ったって、全く同じっていうのはね、なかなかもしかしたらないかもしれないですけど、そんな方は、なんか、はるかは目線、海目線みたいな感じで、あの、このね、作品を楽しんでいただけたら、ちょっとね、胸がギュって苦しくなるシーンもありますけど、まあ全体的に苦しくなるんですけど、その中でもね、あの、いろんな、あの、見方があると思うんで、ぜひ楽しんでいただきたいです。今度はいつ帰ってきますか？最初に留守番メッセージが入ってきたのは、海、去年のクリスマス前のことだった。この番号が使われてた住所を調べてもらったんだけど、こんな電話かかってくるはずがないんだ。どこで知り合ったんだよ。はるかは浩介くん、今日昼飯一緒に行こう。は？もしもし、はるかは真宙くん。聞こえてるか？時間を超えて電話がつながるなんてことはあると思う？本気であんたを好きになったら殺したくなるかもよ。いいよ、二人でだったら何とでもなる。愛と呼ぶには幼すぎる二人だった。ノーコールノーライフ。